はい、UCD さんの、ボーマンドラフトコピーと15の、ボーマンのホビーワンボックスずつです。先に14を開けます。そろそろ出航してください。あー、どうも、いらっしゃいませ。あ、すみません、ありがとうございます。いつもありがとう。あ、日本ワイン日本酒テイスト。おお。ん？プレジャーリフ。どこのですか？ん？長野。ああ。見たことある。ニュースのチラッとこう、ね、たまにあるじゃないですか。あれでなんか見たことある。まだ来ないですね、サインが。青パラ、ドミンゴ・スミス。399の295。クローリフサイン乗ってる。ブライアン・ゴンザレス、オリオールズ、チームカラー的な感じですね。はい、35枚限定の14番です。95年生まれだから、まあ全然これからっすね。奪三振率がすごいですね。防御率も 0.50。 ほう、どうですかこの選手。ノイス、ノイスって何ですか。ナイス。
お、もう一個クロリフ？サインはないですね。あ、またでもゴンザレスつながりで。はい。こっちは75枚限定の5番。こっちは92年生まれですね。あと6パックぐらいかな。ナクイン。あと2パック。これでラストです。はい、クリブラ最後来ました。で、2014のドラフトホビーワンボックスが終わりました。次は2015年のボーマンのホビーワンボックスですね。あ、そっか。配信はこのままで。同じ型なので、配信このままで。もうワンボックスいきます。はい、2015のボーマンホビー。同じお客様で。時間大丈夫ですか？あとこれとこれなので。はい。ブラッククローム。あ、マイケル・テイラーのボーマン100のオートが来ました。これ出ないっしょ、なかなか。25枚限定3番。オッケーですね。いや、クロリフにこれですよ。はい、クリブラクロームです。あ、またユースト固まっちゃう。いいか、ね、プロスペクトリフ。はい、すいません。
これは普通の。一応このマイケル・テイラーってオッズオーバーになるのかな、どうなんですかね。シアーバー一応走る。パープルリフサインないですね。パープルリフは250ですね。セベリーノ出ないですね、これグレイ、グレイかな、グレイですね。ちょっと今店長、店長の方のインストが固まって、チャットが見れません。これ開き終わったら直そうと思います。髪の青。バイエが、やっぱこのテーラー1枚ぐらいなのかな。あと3パック、あと3パック、ラスト。はい、終了です。でマイケル・テイラーの大カットボーマンスカウト100のオートが出ましたね。これです、25枚限定3番。じゃあ、UCD さん2箱分ですね。ありがとうございます。